よく犬と話をするのか。弟の犬だ、バスチアンの。だがもう俺のものらしい。バスチアンは村の外れて黒の軍団と戦ったんだが、それ以来音沙汰がない。言ったんだ、俺のように指を数本落とせば徴兵されないと。だが弟は怖がりすぎて。畜生。戦場を探してみたらどうだ。そうしたさ。大量の死体を屍ぐらいが貪ってた。火を恐れると聞いたから松明を持って追い散らそうとした。ひどい事態になったよ。このフッサがいなけりゃ生きたまま食われてた。その剣は飾りじゃないんだろ。グールを追い払ってほしい。バスチアの捜索を手伝ってくれたら礼はする。よし、手伝おう。ただし戦いから数日経っている。弟さんが生きて見つかる可能性は低い。極めて低い。そうだろうな。だがせめて死体を見つけたい。バスチアンがあそこで黒の軍団と一緒に腐らないようにな。戦場を見渡す丘の上で会おう。そこから出発だ。グールの巣だ。破壊しよう。遅いぞ。死体だらけだ。まだ戦争は始まったばかりだというのに。来てくれたか。このどこかにバスチアンの遺体があるはずだ。無数の遺体と一緒にな。一体ずつ確かめたいが時間がかかるぞ。大丈夫だ。ホワイトオーチャードの新兵は戦場で分かるよう縦に小さな花を描いた。ほんの数人だから花を探せばバスチアンも見つかる。悪く思わないでほしいが、大抵の兵士は盾を落としている。負け戦ならなおさらだ。盾を見つけたらフッサーが匂いを覚えてバスチアンへ導いてくれる。行こう、早く探そう。皮膚が焼け落ちてる。判別は難しいだろうが、弟さんか。バスチアンは大柄で肩幅が広かった。
こいつは小柄に見える。だが燃えたせいかもな。見つけたぞ。フッサが匂いを嗅ぎつけた。だがそれだけじゃない。副長は命令で排便しろと言ったんだ。石の玉がそこら中に落ちてくるのに、奴が言えたのは、満腹の兵士は戦場に入ってはならん、すぐに駆逐しろ、命令だだけだ。信じられるか、のおなじめ。やめろよ、死にそうだ。あばらが笑うと痛む。止血帯が必要だな。だがその前にどういうことか説明してくれ。バスチアン、お前このニルフガード人に捕まったのか。違う、彼は命の恩人だ。俺は脇を怪我して頭を殴られ視力を失った。この老人が戦場を這いずり回ってる時に俺を見つけたんだ。彼は足をやられてた。そこで目と足の不自由な者同士力を合わせここまでやってきたのさ。家へ連れて帰る。手当てしなくちゃ。老人を置いてはいかない。一人では死んでしまう。それに彼は帰れない。脱走兵だ、公主兵になる。でも一緒にいたら全員公主兵だ。リーシェまで。こいつは連れて行けない。バスチャンが生きてるのはこいつのおかげだ。北方人はニルフガード軍が思うほど野蛮ではないことを見せるんだ。そうだな。親父の服をあげて畑仕事を教えてもいい。だがあの鉛が。まあいい、引き受けよう。ありがとうウィッチャー。お礼だ、神のご加護を。